ている。OK。よっしゃ、じゃあ始めよう。こんにちは。こんにちは。おーい。水曜朝でしょう。水曜朝でしょう。はーい、笑ってみた。はい、やってみよう。じゃあ、はい、第5話。第5話です。はい。はい。漢字コーナー。はい。漢字コーナースタート。はい、漢字コーナーね。おい。授けるという言葉を。はい。授けるは。授ける。これですね。授業の授。授業の授ですね。はい。はい。はい、これはですね、はい、教師だけが預けるんじゃなくて、私たち生徒の皆さんからも授けてもらっているっていう意味で選びました。うん、これってさ、授業の授だし、子供がを授かるとかもこれか。そうです、そうです、そうです。ね、いい意味なんだね。そうです。はい。で、あと、この授けるの、まあ、画数なんだけども、うん、もう、底辺ですから、こう書いて、こう書いて、こう書いて。です。はい、ありがとうございます。じゃあこれ練習します。はい、お願いします。はい。はい。はい、いきますよ。はい。底辺。はい。そうです。そうです。そうです。では、受けるを。こうか。はい、そうです。はい、授業の授。はい。授けるです。そう、手渡すって意味から来てるんですよ、そもそも。はい。はい。はい。ごめん、授業の授でした。助けるでした。あ、うちの塾の売りでして、ほうほうほう、個別指導というより個人指導、一人一人に合った形で答え問うっていうのを繰り返してます。いいですね。あのね、これ見ているお父さんお母さん、ちょっとここいい話だからやっちゃうかなと思います。例えばですけどね、ちょっと前までランドセルっつうの黒と赤しかなかったんですよ。そうですね。今さ、いろんなの20種類ぐらいある。そうです。もっとある。そうです。緑色のランドセルもあれば、うん、黄色のランドセルもある、ね、茶色のランドセルもある。つまりこれ誰かがさ、黒と赤以外ってなぜないのと問うたわけだよね。そうなんです。そしたらば、私も実はそれ違和感あったんですって、はい、みんなが賛同してくる時代がこう変わったと。そうなんですね。ほんで、まあ、選ぶということに自己の表現をしていくわけじゃないですか、はいはい。それが、今許される多様性の時代になってます。そうなんです、ね、つまりですよ、これ何言いたいかというと、ランドセル屋がやる気になったってことなんです。そうなんです。今までだと、ね、黒いランドセルと赤いランドセルで売ってりゃよかったんだけども、そうなの、何にも考えないで黒と赤だけ作ってたら面白くなかっただろうなってこと。そうなんです、ね、つまり仕事っていうのは、面白くするために問うて答えを探すのが仕事なんですよと言いたい。だから多分ね、昔のランドセル会社さんより今のランドセル会社さん、はい、今年は何色出しちゃうなんつって、はい、こうワクワクしてやってるはずなんですよ。そうです ね, ね、これがその子供が背負った時の笑顔、はい、そして多様なニーズを満たすことで商品力がアップする、はい、そうです。そして企業が成長する。そうです。従業員が幸せに暮らす。ほらほら、通ったことから始まってるんですよ。そうなんです、ね、さあもう一個いくよ、はい、これ俺最近ねネタ探してるんで、こんなのもあるよと思った人コメント書いてほしいんですけど、はい、結婚式に出た時に、はい、俺の時代はカップ&ソーサーとか決まったやつ渡されてたんですよ。そうです、そうです、そうです。大きい白い袋にさ、こうってガサッとしてさ、みんな同じの持って帰ってたんですよ、はい、150人だったら150セットこれ、そうです、準備されて。そうです。今はカタログでしょ。そうですね。ほんで皆さんもカタログの方がいいって思いますよね。そうです、そうです、ね、そうです。これもさ、調べましたこと、リンベルっていう会社があるんですよ、はい、日本で初めて、はい、このカタログギフトというものを発売した会社、はい、はい、そしてもう何十年も経ってます、はい、皆さん使ってますから、ね、ですね、はい、いまだに商品数、アイテム数どんどん増えてるんだって。つまりまだまだみんなを喜ばせますってその会社は思ってるわけですよ。ですね、うん、うん。まずカタログになった時点で持って帰るの楽だし、うん、ね、後でゆっくりやればいいですね。そうなの、で、はい、家族でみんなで見てさ、はい、あ、和牛に吸ってとかさ、こっちのイクラがいいわとかさ、そうです、そうです、ね、そうです、グルメなんかもあるし、そうです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 、旅行とかも選んだりできるっすよ。はい、これはさ、
断然いいよね。そうなんです。そして、今そのお話を聞いてて思ったんですが、我々塾も、扱う商品がものすごく増えてます。やっぱりな、高校入試と一言で言っても、ある高校はスポーツの成績を重視して選ぶ、この高校は、学校での行いとかそういう行動とかを重視して選ぶ、ボランティアをやりましたとか、あとそれからそのある高校へ成績で選ぶ、そういうのがあります。公立高校でも私立高校でもいろいろあります。やっぱり大学なんかもっとですよ。やっぱりこのさ、この情報を知ってるのは塾の先生だからなんだよ。そうですそうです、俺ね、要するにパパママってさ、自分の高校時代と世の中変わってるしね、はい、ほんで今自分の子育て一生懸命やって手応え掴んだ頃もう卒業しちゃうんですよ。ですね、そうするとまた新たな受験生の親同じこと悩むんですよ、はい、だから、はい、親はね、プロフェッショナルにならずに子育て時間過ぎちゃうと忘れるのよ。そうです。でね、毎年毎年こうどうしたらいいのって親も悩む、子供も悩む、これ解決できるのはね、塾講師ですよ。ありがとうございます。はい、行ってみた、行ってみよう。カンバセーション行きますか。はい、はい、カンバセーション行きましょう。カンバセーション、今日はですね、このいろんなそのお願いすることを、はい、お願いする、お伺いすることを言ってみましょう。はい、お伺いしてくださいね、はい、最初は Do you know?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  あなたは知ってますかっていうよりも、はい、ネイティブ的には、はい、何々がご存知ですかって、はい、という例えば Do you know the way to London Bridge? 例えばロンドンブリッジへの行き方はどうですかとか、はい、例えば、Do you know? シシガ城。あなたはシシガ城のこと知ってますかと、はい、そういうような感じで、ご存知ですかっていうフレーズで使います。はい。はい、じゃあ、北上セミナーの佐々木真一先生を知ってますかって聞いてみますか。はい。Do you know?、ティーチャー佐々木。はい。これでいい?そうです、そうです。ありがとうございます。はい、1個目終わり。うん、今日はね、新先生といろんな高校の、はい、特徴をみんなに知ってもらうシリーズ第1弾、はい、やりましょ う, やりましょう、ね、皆さん高校選び悩んでらっしゃると思うので、はいはい、公立も私立も、うん、今魅力ある高校作りというとこもやってまして、それによって生徒さんを集めようとしている。そうなんですよ。だってさ、みんな同じ学校だったら選ぶ意味ないじゃん、うん、私たちの頃はそれでも良かったんですけど、うん、そんでさ、はい、要するにさっきランドセルの話もしたし、カタログギフトの話もしたでしょ、はい、つまりね、選ぶ時代なんですよ。そうです。つまり学校も選んでいい時代ですと。選ばれるんですね。学校はドキドキです。そうです。その答えがね、倍率ってやつで出るんですよ。そうですね。そうですね。これが1位いかねえと校長かっこ悪いべみたいな時代なんですよ。そうですね、はい、ですのでこれは残酷ですが、必ず3月にニュースでね全部読み上げるんですよ。そう。そして不公平ながら私立さんは1月ですよね、うんうん、1月に倍率が出て、うん、それでも人気がガラッと変わる。そうだそうだ、わかる、うん、公立さんは3月なんですよ。そう、これね、俺ね、そのメディア側にいる人間としてね思うけど、ニュースの人意地悪、うん、うん、あれはさ、絶対に割る、定員割るっていう前提で誰もが分かってる話を、うん、あんなに時間取って放送する意味ある？ないです。俺さ、本当報道局の人たち、はてなマークだらけだよ。学歴いい人たち集まってんだと思うけど、自分たちのニュースの価値もう一回考えた方がいいと思うよ。そうです。うん、ひどいのなんかだとね、立派な記者さんがさ、こうやってさ、メモ持ってさ、警察の記者会見に行くんですよ。で、本日の事件をちょっと知らせてくださいってやるでしょ、記者行った時。はいはいはい、うん、その日のニュースがね、うん、警察官が下着泥棒をしましたみたいな事件さ、ほんでさ、もう俺にしちゃさ、もうそんなのニュースでもなんでもねえよって、それよりも街のいい話題もっと届けるよと思ってんだけど、いっぱい長いニュースでさ、パンツ並べた写真とかまでさ、何十何枚盗みましたとかさ、あんなの学歴記者さん真顔でよくやるなと思ってから、うん、メディアのね情報を後藤はちょっと疑ってます。はい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 、はい、
本当にね、それが通じてきたのは YouTube の視聴率上がってきて、でテレビが残念ながら人気がなくなる、ここだと思うよ。それは分岐点です ね。いわゆるそのこのまさに漢字のところでやったんですが、うん、テレビとかのメディアは授ける側だって自分らは思ってて、なんだ、見る側を受けてて思っている。あ、一方、そうです、ね、ところが、うん、今では YouTube とかそういうソフトなメディアが出てきているおかげで、受け手と授け手は交互に変わりうる、うん、それは私たち教育でも実は同じなんですけれども、そうだね、はい、そういうところが今やっぱり変わってきているタイミングですよ皆さん、はい、まあもう皆さんの肌感覚で、はい、やっぱりもうスマホで自分の見たいものを見てるじゃないですか。そうです、情報を自分で検索して探す時代ですから。そうです、うん、テレビから流れてくるのを自動的に見てるって退屈だもんね。そうです、うん、だからやっぱり時代はそうやって変わってきているので、そうです、高校情報を教えちゃうからさ。